ディアウロス層が描かれたツボディアウロス層は古代ギリシアで行われた陸上競技の一つで中距離層を言う。古代オリンピックにおいては第14回大会からビューティア大祭では紀元前586年から実施された。古代ギリシアの競技場は1スタディオンの距離の直線コースからなっていたが、この競技場の細長く伸びた形がアウロスと呼ばれていた。 ディアウロス層で選手たちは折り返し点を回って往復することで、軽にスタディアを走ったことから、二つのアウロスの意味で、ディアウロスと名付けられたとされている。また、楽器のアウロスにちなむとする説もある。パウサニアスによれば、古代オリンピックにおける最初のディアウロス層の優勝者は、ピサのヒューペノスである。フェレンスメゾー、古代オリンピックの歴史、ベースボールマガジン社。 1973年、ピアニッシモ、92から93、スタディアは、スタディオンの複数形である。ジュディス・スワドリング、古代オリンピック、NHK 出版、1994年、P60、パウサニアス、ギリシア機、流経過記者、1991年、P329。ありがとうございます。